はい、皆様こんばんは、パート3でございます。今日4つまでいきますんで、あと2回ですね、後半です。後半行ってみようっていうやつですね。谷健さんです。昨日ちょっとね、やらしい回があったんで、そうよ、ちょっと苦言をね、頂戴したんだ。つづれおりさんです。色濃いものの話で盛り上がっていますね。本当すいません。もう、車やバイクに一緒に乗る時の男性陣の魂胆がよく分かりました。これね、つづれおりさんごめんね、美貌録さんとか谷健さんとは僕は違う。僕そんな魂胆はなかった。僕は準備をするというのは、まあその後ね、予習を怠らないのですね。そうなんだよ、デートに行く時のね、道のりとかを、ちゃんと予習する。カーナビがなかったから、用意周到すぎても引いてしまうので、やっぱ引かれてしまうんだ、どうかさりげなくやっていただきたいです、笑い、ということで、さりげなくはやっていた、つもりでございます。で、別に用意周到というか、それは横に乗ってくださっている方に例えば不安に思われたり、あ、この人道分かってるんだろうかとか、ちゃんともなんかもう目的地に着くんだろうかという、そういう不安感を与えないための準備で、僕の場合魂胆でも何でもないですが、魂胆があったのは美貌録さんの谷健さんだけだからね。僕はもう純粋にドライブを楽しんで、食事を楽しんでという、そのための予習だった。そのために関西エルマガジンを買ってきたりとかさ、そうだろ、そういうことなんだよ、ポパイとかさね、ホットドッグプレスとか書いて、どういうところが流行りとか、そういうのを勉強する。これは努力ですよ、努力ね。それは別にさりげなくやるっていうのが大切なんでしょうけどもね、反省しております。ありがとうございました。で、つづれおりさんは、今は禁止されていますが、自転車の2人乗りが青春のイメージです。なるほど、今は禁止されていますが、昔も2人乗りは禁止されておりました、青春のイメージね。そういうことを言うと、またこの二人乗りでもこうしがみついてくるというところで、谷健さんあたりがわざとブレーキをかけるんだよね、ひどいやつです。はい、美貌録さん、私も毛量は昔は多かった方だったんですが、泣くと書いてありましたね。私、ユーミンの楽曲で一番好きなのは不当渡る風でした。僕昨日僕ちょっと一節を鼻歌で歌いましたが、女性を助手席に乗せて、この曲を BGM にして海沿いを走るととても絵になります。ゆるいカーブで、これ歌詞ね、歌詞ね、ゆるいカーブであなたに倒れてみたら、何も聞かずに笑顔で笑って、ゆるいカーブであなたに倒れてみたら、何も聞かずに横顔で笑ってという歌です。名曲ですね。僕も美貌録さん、僕この歌一番好きだわ、ユーミンの曲で。ありがとうございます。あと BBS のホイールはおっしゃる通りメッシュです。まあ BBS はメッシュだよね、一番ポピュラーなのはね。どのメーカーのホイールにするかいろいろと迷ったんですが、最後は BBS のステータスに負けました。BBS を履いてるだけで、おこいつやるやんけと思ってもらえる時代でした。まあ、僕はワーゲンだったんで BBS も履かしましたが、アプトとかね、もう履かせましたね。最後に一つ告白します。すみません、車のパーツで生きていたのはホイールだけではありません。実はフロントバンパーの上に白のカバーをかぶせたシビエのフォグランプをつけていました。本当にチャラくて申し訳ございません。チャラいですね。でもね、わかります。僕もフォグランプはつけてましたけども、僕はワーゲンのCLD ターボ、昨日僕 CTD というか CLD でした下には黄色いね、スタンレーの安物のフォグランプ、黄色いやつはつけてましたけどもね、懐かしいね。僕はあれです、そのいわゆる車のエクステリア、外装じゃなくて、後にその当時最初はね、やっぱりみんなに見せるんで、外装にお金をかけて、もう全部 AMG で固めるみたいな感じのメルセデス乗ってましたけども、そのうちもう外じゃない、自分が
いつも触れるところ、まあ言ったハンドルとか内装とか自分いつも目にするとこ、外なんて見えないもん。天井にあの鳩の糞が落ちてても見えないでしょ。だからそれよりもあの自分が見える触るところをちゃんとしようと思って内装にお金をかけ始めた。メルセデスにはデジーノという自分でこの内装をデザインするシステムが本国ドイツにはある。それでハンドルの色質、ウッドパネルの、それはウォールナットクルミの木にするのか栗のチェスナット栗の木にするのかといろんなことを選べるのよ。色も選べるのよ。革は何色にするかとそういうことに、走っていて僕も生きておりました。だから、ビボーロさんの気持ちはよくわかります。でも僕は外じゃなくて内面の方内側の方を、凝り始めたというそれが僕にとって大人になった、証だったのかもしれませんが、ありがとうございます。一郎剛一さん、お前さんこんばんは。私は大学生の頃は下宿生活で車を持っていなかったので、学生時代はドライブデートの思い出はなかったですね。憧れはしましたがということ。ただ社会人になって結婚後車を持ってから結婚5年、ドリカムの未来予想図2が流行った時にブレーキランプ5回点滅をやってみたいと思いましたね。これができたかどうかは内緒です。ちょっと待って、それ結婚後だよね。結婚後に、ブレーキランプ5回、これブレーキランプ5回の意味分かります？ドリームカムトゥーの、未来予想図2。いつもブレーキランプ5回点滅愛してるのサインきっとっていうやつですよ。その愛してるというサインが5回あのブレーキランプを踏む赤いランプがつくんだよね。あれはでも歌ではバイクだったよね確かね、それを結婚後にやってみたいと思いました。誰にやったんでしょう。それがちょっとまあ僕には気になるところですが、でも内緒ですというふうに、できたかどうかは内緒ですということ、そんな未来予想図、そんな未来に未来はございませんということで、5回転滅愛してるも、5回転滅ならば大嫌いも5回転滅でございます。続いての、お便りでございます。ちゃんかがさんです。車のお話なのですが、ユクギーグニーなので車の下回りは特に注意して頻繁に洗車をしていたのですが、じわじわと錆が出てきていてかなりへこみました。まあ凍結とか融雪 の薬品撒いてるから下回りがどうしてもこう錆びてくるのね。何回もあの洗ったとしてもね。車を購入して1年ちょっと経ちますが、まだ助手席に人を乗せたことがないので、今年こそはフィアンセと出会って一緒にドライブしたいです。いいね。函館山のあの絶対切られない木の周りに行って、実はこの木はねっていう話をして彼女を怖がらせてあげてください。楽しみだね。これから可能性がいくらでもある。人の話は羨ましい。ありがとうございます。ヤマッチョさんは、良い降り立ちの皆さんは悪魔のささやきって、そうかな、悪魔のささやきなんだって。後で土下座して詫びる羽目になりますよっていうことで、まあ、そそのかしてはいないよ。悪魔のささやきに そそのかされないでくださいって書いてあるんだけども、そそのくなんて本当人聞きの悪いもんね。いや別にそそのかしてはいません。ハメになりますよということで、でバックするときに少しでも近づきたくて助手席のシートに手を回してな、普段なら一発で決める車庫入れも何度も切り替えしたりして、つづれおりさん女子にはバレバレでしたかということで、みんないろいろやってるんだね。僕はそういう下心はなかったね。純粋に、一緒にドライブ行ってお話ができればいいなっていう感じでございました。カズナーの皆さんへ、関西メディアアカデミーのホームページに行ってみてください。とても若い代表の方が笑顔でお迎えしてくださいます。山内さんしつこいよこれ。やたら僕のこの若い時の45の時の写真をなんか言うのね。若い若いっていいじゃん別に。
なので世間の女子のタレントさん あのいわゆる宣材写真なんて全部もうデビュー当時の写真よ、もう本当に、結構ね、山地さんこれをネチネチ言ってくるのね。じゃ今の写真に変えりゃいいんでしょ、もう、はい、でだって45ぐらいの写真全然若くないじゃん、まあ、今よりは若いけどさ、ありがとうございます。そそのかしてはおりません。そういうさんです。やはり育毛剤は乳毛ですか。別にあの僕は乳毛を勧めるわけじゃないけども、まあ、オリックスさんのね宣伝についてくださってるんで、昨年から思っていたのですが、乳毛の広報さんって持っている人だと思っています。前年最下位チームのスポンサーになって、その年にリーグ優勝、広告宣伝効果も最大限に発揮と、いうことで、これはね違うんだよ。ニューモさんが別にオリックスさんちょっともう広告したいんでよろしくって来たんじゃないよ。オリックス球団の優秀な営業員の大月くん、っていうのがいてね、彼も営業の神様なんだけど、彼が飛び込みで行った営業で取ってきたんだよ。でそこでまあ担当者を説得してスポンサーにつくというところまで取り付けて、で向こうは向こうでさ、ニューモ側もあのファーマフーズさんですよ、卵吉さんですよ、まあなんで最下位のチームの広告なんかせなあかんに広告をせな載せなあかんのっていうすごい反発はあったそうです。ただその担当者の方々がそこを押してくださってスポンサーになってくれた担当者の方に対して球団は報いることができましたね。今ではその担当者の方鼻高々だと思います。本当よかったね。そういうところに投資するというのが、もうあらかじめ最初から人気あるところにボンと行って高いお金取られるよりも、これから先に投資する方が絶対いいよなっていう感じがしますね。あとマダムシンコさんには低迷期から長らく支援してくださって、ここで感謝申し上げますということ。まあずっとそうだね、あの森脇さんの時ぐらいからも監督さんと仲いいんですよ、あのマダムシンコ社長が、だからそういったことでずっとね、あのサポートしてくださっています。ありがたい話ですね。というわけで皆さんも言っておきますが、プロ野球球団からといって向こうからホイホイ、広告出したいんですがなんていうこといませんから、みんなの努力で看板取ってきてるんだよ、あれ本当に。それは分かってね、だからニューモの広報さんが持ってる人ではない、そこに飛び込んでいった大月がすごい、偉い大月というね営業マンです。はい、でチョビ51さんは、今回もいろんなお話で楽しませていただきましたが、そんな中ユーミンの曲をさらりと口ずさむ大前さん男性の歌を歌われると時と同様にお上手なのは、まあ、お上手ではないんですが、もちろんのことユーミンの曲を大前さんの歌声で聴くのもなかなかおつなものだと思わず聞き入ってしまいました。またいつか歌っていただけるかなと、その時を楽しみにしております。YouTube では全部歌えないんでね、権利の関係でもワンフレーズだけもギリギリの線で止めておりますけども、ユーミンって女性なんだけども声のトーンが低いんで、割とキーが低いんで、ユーミンの曲のファルセットじゃない歌だったら僕大体同じキーで歌えるんですよ。例えば「ふと渡る風」もそうだし、あの日に帰りたいなんかもそうなんだけども、女性なんだけどもユーミンさんのキーと同じキーで歌えちゃうんでね、気持ちよく歌えるんで、そうなんだ、機会があればということですね。そうだからオフコースとかユーミンとか須田さんとかは聞いてたけど、僕はかぐや姫さんとか陽水さんとか拓郎さんとかは聞いてないのよね。はい、ヒデ99さんは出ましたね、半沢直樹大江千里のモノマネ、モノマネっていうことじゃないんだけども、なんかグッドですと。そう、昔歌がうまかったりモノマネがうまい人は良い耳を持っていて聞く能力が高いということを聞いたことがあります。これは正解です。モノマネうまい人は耳がいいんだよ。でさすがアナウンサーさんだと思いました。だから耳がいい人はね、いいアナウンサーになると思うよ。だから僕は指導するときに、誰か自分の好きなアナウンサーの真似をしてごらんって言って、その真似から入ってみて、そこから自分の形に持っていくというのも一つのアプローチと仕方だよという、決して押し付けはしませんけども、それもやり方の一つねということを言うことはありますね。だから耳がいい人は上手になるの早いです、本当に、ということでございます。
そんな感じかな。谷健さんもなんかね、バイクで、ブレーキをかけると慣性力が働いてより密着できますって、またねもうあの余計なことを書いて、こんなことを書くとあのつづれおりさんに怒られますから、女子に、魂胆を見透かされてしまっている、という、まあ、あの男ってしょぼいもんですよね。あのしょぼいんだよ男は。でもそのしょぼいことに一生懸命になるところが男のいいところでもあるわけなんですが、でそのたんびにこうねあの振られたりとか騙されたりとか、という悲しい思いでも当然あるわけです。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけでパート3でした。